カンタベリー・オブ・ニュージーランドは、ニュージーランドのスポーツアパレルブランド。オークランドに本社を置く、カンタベリー・インターナショナル社が販売している、スポーツウェア、スポーツ関連商品のブランド名である。日本では、ゴールドウィンの子会社、カンタベリー・オブ・ニュージーランド・ジャパンが販売している。サンバのキーウィが横に並ぶ、特徴的なデザインマークを採用している。年代に、セーラー アルフレッド・ラドキン夫妻が毛織物工房をクライスト・チャーチの自宅に設立。当初は靴下とカーディガン、その後下着の製造を始める。商売は順調に成長するも十分な防石糸が見つからず、アルフレッドはアッシュバートンのジョン・レーンとプリングル、ウォーカーの毛糸工場に糸の供給を求める。二つの組織は急成長を果たし年に両組織は統合し、 レーンウォーカーラドーキン社が誕生する。LWR 社は、その後、水着、ラグビージャージなど、スポーツ医療品の製造、販売をはじめ、第1次、第2次世界大戦中は、軍服の製造も手がけた。1960年代には、ヨーロッパ、北米へ輸出をはじめ、現在では日本を含むアジア、中東、アフリカ、南アメリカで販売されている。現在は、 カンタベリーインターナショナル社が販売するカンタベリー・オブ・ニュージーランド名のブランドで知られる。ラグビー公式ユニフォームは特に有名で1925年から1999年まで75年間に渡りラグビーニュージーランド代表公式サプライヤーを務めた。ラグビー日本代表も1997年により公式サプライヤーとなっている。ラグビー関連医療のほか、男性、 女性、子供用スポーツ医療品の製造、販売、スパイクシューズを含むスポーツ用品も販売している。また、近年はラグビーのみならず、サッカー用のユニフォームにも進出している。各国協会やクラブにおける、スポンサーシップについては、英語版を参照。カンタベリー・オブ・ニュージーランドのジャージを着る、アイルランド代表ポール・オコンネル・アイルランド、代表ユニフォームを着るブライアン・オドリスコル。 ありがとうございます。